やっほー、やっほー、こんにちは、ワッキーです。こんにちは、ザルーアーティストのリンです。さあ、これから何が始まるのかと言いますと、風船で何でも作ってくれちゃうんですよ。はい。で、それがね、なんか聞くところによると、うん、割と簡単にできちゃう。はい、あの初心者でもできます。初心者でもできちゃう、はい、ね、100均に売ってるんだよね、こういう風船ね。はい、できますよ。で、その100均で売ってる風船でも作れちゃうの？はい、作れます。そう、一番すごくよく聞かれるのが、うん、100均の風船はすごくよく割れるからプロは違うんじゃないかって言われるんですけど、うん、触った時に、あ、このぐらいならいけるかなって力加減をプロの人は知ってるから、うん、あんまり割れずに済む。なるほどね。じゃあコツさえつかめば100均の風船でも全然できちゃいます。誰でもお家で作れるっていう。はい。でね、これからいろんな作品を作ってもらって、はい、このバルーンアートのレシピを、はい、まあ、簡単なものから徐々に始めていって、うん、お家で楽しんでもらえるように、そうですね、お子さんに喜んでもらえるようにという企画で、シリーズ化するわかんないけれども何本かやっていきたいと思います。はい、やっていきたいと思います。基本中の基本、基本中の基本、はい、一本作りという風船一本で作る動物シリーズから、はい、いろんな色を使ったキャラクターものまでやっていきたいなと思うんですね。うん、じゃあね、初級、中級、反響があれば上級みたいな。そうですね。はい。インターネット調べれば結構レシピ載ってたりするようなものからやっていきたいなと。うん、それって YouTube の動画とかでも結構あるのはある？あります。たまになので、ちょいちょいオリジナルも入れてみたいなと。なるほど、なるほど。はい。でさあ、りんちゃん そのバルーンアートのコンセプトみたいなものって何かあるの？はい、バルーンアーティストさんっていうのは大きく分けて2種類に分かれています。2種類。はい、一つは配りという仕事。配る。来てくださったお客様、うん、ちっちゃいお子さんたち、皆さんにですね、うん、風船を配る。配った風船を配るといった仕事。これは配り。なんかバーっと作って、はいはい、なんかイベントでばらまいてみたいな、はい、ね、よくいるよ ね、うん、でもう一つはショーですね。もうこちらはエンターテインメント重視、もう作ってること自体がショーになる。そうなんです。なるほど、なるほど。それはもう皆さんそれぞれいろんなコンセプトを持ちながらショーを作ってるんです、うんうん、なるほど、なるほど。私はどちらかというと配り寄りのアーティストになります。配り寄りだけれどもアーティストなのね。そうなんです。配りだけじゃないってことだよね。そうなんです、うん、っていうのは、まあ、この今回作った作品もですね、うん、私のオリジナルなんですね。なんか見たことあるあれだよね、雪だるまだよね。そうですね、例の雪だるまですね。はい、これ作ってほしい、あれ作ってほしいと言われて、うん、絵を見せてもらうと作れます。おお、すごいね、それってね。はい、でもまあ慣れてくれば基本は一緒なので皆さんでも作れる、うん、でもやっぱり絵ってことは二次元なわけだからさ、はい、それをこう頭の中で立体物に変換して、作る手順っていうのはパパパって瞬時に設計しちゃうわけだもんね。ただやっぱりですね、お客様のそういう要望全部答えてしまいますと、一、うん、つの作品作るだけ何時間もかかってしまうかもしれない、うん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 、なので基本的に配りの作業するとき、私もですね、大事な心にしてるのが、うん、お子さんに楽しんで、うん、たくさん配る、より多くのお子さんにまんべんなく行き渡るように。ですから、あまり風船は私もですね、限りある風船の資源ですから、はい、できれば最初はですね、皆さん一本作りと言って一本でできる、うん、なるほど、というのを必ず配るようにしています。あとさ、そこにあるさ、うん、そのアンパンみたいな形のやつさ、はい、それさ、ブレスレットみたいになってるのね。そうなんです。これはですね、2歳から3歳までのお子さんにプレゼントしてるんです。欲しい欲しいって言って風船もらってくれるのはすごい嬉しいんですけれども、うんうん、お子様なので何か違うことすると忘れてくるんですよね。そうよね、よくあるよね。としてはすごい悲しい、うん、あ、忘れられてるってなるので、うん、まあ、こうやって腕につけられるようにしてしまえばね、そのまま忘れずにお家まで持って帰れる。そうなんですっていうのもあり、うん、このブレスレット。それいいよね。で、特にこのアンパンマンはですね、脱着式になってます。あ、鼻とほっぺが取れちゃった。取れるんですよ。小さいお子様、舐める、引っ張る、うん、破壊するっていうのが仕事になりますので、うん、あの必ずこう引っ張るんですね、皆さん。で、そうなった時に壊れないようにするために、あえて外れるようにした。ああ、ちょっと無理に力が加わってもパーンって割れることじゃなくて、プルンって外れるっていうことで、はい、へえ。小さいお子様だから舐めるっていうのもあるので、うん、あの顔描きますかってお母さんが聞いたりします。ああ、でもそれ多分顔描かないとさ、はい、ソーセージとプチトマトみたいになっちゃうね。そうなりますね。だいたい皆さん描いてくださいっていうふうに言ってくるんですけども、うんうん、まあ、もし描いても描かなくても作ることができます、うん、なるほどね。
はい、ということでね、こんなコンセプトのバルーンアーティスト、りんちゃんです。こんな人に教えてもらったら、なんかうちでも簡単にできちゃうかな、お子さんたちに喜んでもらえるかなっていう感じがしますよね。はい、ということで今回の動画はまずイントロダクションということで、りんちゃんとそのバルーンアートに対するコンセプト、そういったものをお聞きしました。はい、じゃあ次回から本格的に作り始めていきましょう。はい、よろしくお願いします。ではまた。